平成29年2月27日、阿蘇市立阿蘇小学校の5年生が、牧野で野焼き体験を行いました。これは、国立阿蘇青少年交流の家や、野焼きボランティア、また、町子が牧野組合などの協力で行われたもので、阿蘇小学校5年生の児童40人が参加しました。まず、かやを使って、野焼きの時に火をつけるための松明を2人1組になって作り、1人1本ずつ仕上げていきました。続いて班ごとに分かれ、野焼きボランティアの指導を受けながら松明で火をつけました。この日は晴天に恵まれ、火は勢いよく山肌を駆け抜け、町子が牧野組合が管理するおよそ5ヘクタールの原野は真っ黒になりました。炎に圧倒されながらも、児童たちは事前に自分で作った火消し棒や水が出るジェットシューターを使って炎症を防ぐため火消しを行っていました。他ではできない貴重な体験で、いろんな生き物とか見れたのでよかったです。何がいた生き物？ウサギとカヤネズミ。野焼きした牧野は4月中旬にはまた緑の草原が広がり、阿蘇小学校では6年生になったら野焼きした後の草原を訪れて植物や生き物についての学習をする予定だということです。